こんにちは、マスクドエンドレです。今日はマスクド左手についてお話をしたいと思います。もちろんマスクをかぶってなければただの左手の押さえ方になります。はい、ではですね、左手ですね、今日はまた3弦ですね、下から3番目の、3番目に太い弦ということで3弦を使って左手の押さえ方についてお話をしていきたいと思います。はい、で今日はですね、今日この3弦のまず3フレット、これ人差し指で押さえていただくんですけれども、この時ですね、人差し指でこのフレットの真上よりちょっとだけ外側、真上のちょっとだけ外側を押さえていただくといいかなと思います。でこの時大事なポイントがありまして、この親指の位置ですね、今ちょっとカメラも上から撮っているんですけれども、このネックの真ん中よりちょっとだけ下側ですね、ネックの真ん中よりちょっとだけ下側に親指を置いていただいて、でこの時人差し指と親指をこうつまむような形ですね、人差し指だけで押さえようとせずに親指と一緒にこうつまむような形で、押さえていくといいのかなと思います。で、まずこれで、ちょっと一回弾いてみたいと思います。というふうに、なります。で、この時ですね、押さえがちょっと甘かったりするとですね、音が伸びずに止まってしまったりしますので、こう割としっかりとまず最初は押さえていくといいかなと思います。はい、では今度はですね、その隣4フレットですね、3弦4フレットを押さえていくんですけれども、今度中指で押さえるんですが、中指で押さえた時ですね、この時親指の位置ですね、この親指の位置、親指の位置はこの中指の真後ろに来るぐらいですね、をやっぱりこう親指とつまむような形ですね、つまむような形で中指の後ろに来るような形で押さえていただいて、でこの時人差し指押さえてない、使っていない人差し指なんですけれども、一緒にこう添えていただいてですね、押さえてない、こっちですね、触ってても影響ありませんので、音に影響ありませんので、この人差し指はこちらに置いていただいて、一緒にこの2本で1本の指みたいな形で押さえていただくといいかなと思います。さあ、そしてこの人差し指中指ときましたので、今度は薬指ですね、薬指で3弦の5フレットを押さえるんですけれども、この時、ですね、やはり中指はまずですね、この中指と人差し指を一緒にこう添えてしまいます。でこの3本の指で1本のようにしていただいて、親指の位置は中指の後ろに来るように、ですね、中指の後ろです。はい、大丈夫でしょうか。中指の後ろに来るようにしていただいて、3本とも3本の指とも力を入れていただいて、このようにしていただくといいかなと。さあ、そして最後ですね、一番押さえる力が弱いかなと思う、小指ですね、小指を押さえていくんですけども、この時やはりこの薬指、中指、人差し指、一緒に添えてください。で添えていただいて、で親指の位置ですね、親指の位置はやっぱり中指の後ろ側に来るようにですね、このような形でこうつまむ感じですね、イメージして、で、中指の後ろに親指が来るようにしていただいて、ガンと、と押さえていただくといいかなと思います。皆さんお気づきのように、親指が常にこの中指の後ろに来るようにしていただくといいかなと。で常にこうつまむような形ですね、つまむような形で押さえていくと、左手が徐々に動くようになっていくんじゃないかなと思います。
で、その際気をつけていただきたいのが、この手のひらのこの部分ですね。手のひらの上の方、このあたりがこうネックをやっぱり支えないように、このマスクの構え方でやったようにネックを支えないようにしていただいて、このような形で当たらないように、ここの手のひらが当たらないようにこうつまみながら押さえていくというのが、大事なポイントになりますので、これを意識しながら左手の練習を行ってみてください。マスクドエンドルでした。良いベースライフを。さようなら。